みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はね、先日、ララポートとイケアに行ってきて、でそこで買ったものをね、今回は紹介していきたいと思います。じゃあ、まずはね、イケアから紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、まずはね、これ、観葉植物なんですけど、まずね、これとこのね、売り場が一緒で、日本語ディスプレイがこうなってて、あ、かわいいって言って、このまず観葉植物とこのカゴをね、買いました。一緒にディスプレイをまんま買ったって感じなんですけど、これかわいいよね。これ置いてさ、もう垂れ流すっていうおしゃれな感じの観葉植物でございます。で、次もまた観葉植物なんですけど、こちら、こちらですね。こちらの観葉植物、これはね、普通にこう置いてるだけで可愛いんですけど、これにね、さらにこのね、鉢を買ってきたので、こうね、あれこうだったよね、うん、こんな感じで飾ると可愛いなと。はい、次もまた観葉植物なんですけど、次はなんかリミちゃんがね、かわいいって言ってね、こちらの観葉植物を買ってきたんです。でこれは植木とかないんですけどお部屋に置くそうです。こちらなんかね、木なんだよね。木ね、気に入ってたよね。そうそう、すごい、なんかかわいいって言って、リミのお気に入りの場所に飾るそうです。はい、楽しみですねで、次はこちらです。じゃん、すごい、私の周り緑なんだけど今めっちゃ緑に囲まれてる。こちらなんですけど、こちらね、こんな感じ、こんな感じになってて、植木をね、置けるんですよ。こことここにね、こういうね、植木をね、こう置けるんですよ、こうやって。じゃあ開けてみようか。そういうものです。で、下になんか小物が置けるらしいので、うんうん、はい、お、なんか、あー、なるほどね、なんかテープ止まってるんやと。組み立てだわ、これは。でも簡単に組み立てられそうじゃない？そうだね。すごいすごいやり方してますけど。指一本、ね、シューって。すごい。いいね。ちょっと乗せてみましょう。なんかこういうのとか。そう。こういうのとかを、ね、そうで下にね、なんか下がね、こんな感じにね、容器みたいになってて。玄関とかにこれを置いて、鍵とか、そうね、うん、印鑑とか置いてもいいんじゃないかなって思います。でこれは本当に便利だね。高さが違うからこっちの方が見やすいかな。まあ、こう見ても高さが違うわけうん、ここのね、じゃ普通さ、なんかでかい方、小さい方乗せた方がバランス取れる。あ、そういうことか。ほら、まあ、画面に映ってないんですけど、今回映ってないか。ああ、ほんとに、まあ、こんな感じでね、こんな感じでなってて、ここのね、お皿の位置が違うから、うん、おしゃれに見えますっていう商品でございます。そうそう、いやー、これかわいいね。かわいいでしょ。玄関とかに飾るか、今度飾ろうね、飾ろうよし、次はこちらです。これはバスタオルだね。付け足しで買いましたね。そうそう、これね、うん、この色とピンクのバージョン持ってて、付け足しだね、これも、はい、はい。これね、いいんだよ ね。私ピンクバージョン今使っててめっちゃいいです。で、このね、なんていうの、クッションっていうの、枕っていうのを買いました。これはね、パパが使うらしいですね。ねなんか使うらしいです、これ、はい、パパが枕にね、かわいいお花はい、まあ、ラストはね、この型で締めくくりましょう。こちらの商品でございます。
ベンチです。はい、安いベンチはもう必需品だし、災害とかにあった時もね、ベンチ必要なので、体温を今回買ってきました。はい、次にね、ララポートで買ってきた洋服を紹介していこうかな。はい、はい、ということで次にね、こちらのこちらのね、ファンっていうお店なのかなってくる感じなんだけどこのお店で買ったね、ものを紹介します。って言っても1点なんだけど、こちらです。まあまだわからない、開けていこう、うん、ここの洋服屋さんなんかもうバーゲンみたいなのしてて、最大 60% オフとか言って半額以下でさ、やばいっつって店内見てたんだけど、したらさ、なんかこういうねズボンがあったの、こういうねスラーってしてるズボンが、で私こういうね薄い色のねズボン持ってなくて、可愛いと思って、そうそう、でしかもこれ5300円ぐらいだったんだけど、定価がね、でもそう5300円、あ5900円だった、でこう見て6400円するんだけど、これねなんか2000何円で税込みでも3100円ぐらいで半額ぐらいでさ、めっちゃお得じゃないね、バーゲンっていいねって思った、ね、でそうそう、ウエストはキュッてなって、まあ丈もねそんななんかちょっと長いかなってぐらいな感じなんだけど、うん、厚底とか履いちゃえば全然そこまででもないし、まあ、引きずるほどじゃなかったよね。そう、ギリギリだけどね、うん、ギリギリなんだけどね、そんな引きずるほどでもなかったので、若干ちょっと大きめな気もするけど、まあね、まあね、オーバーサイズで着るのも可愛い、そうそうそう、今時って思えば、まあね、今時ダボって感じで着る感じだね。はい、でも流行ってるんだよね今こういうのね。ね、本当、うん、持ってなかったのでね、買いました。ラスト1個だったもんね、そのこの色が人気すぎてラスト1点とか言って、これも買うきゃないってなって買いました。本当ね、可愛いんで本当今後着たいと思います。はい、ということで次はですね、こちらのお店で買ってきました。多分字幕でお店の名前出ると思いますけど、ちょっと読み方がねまあこういうお店です。で買いました、ララポートにある、はい、この店で買いましたすいません、ちょっとまあね、ここではまずね、お揃いで T シャツにてを買いました。このね、胸元にね、お化けがついてるね、あの T シャツがあったんですよ。で、前なんだっけ、前、この洋服をね、ここちょうど着てるじゃん、胸元にね、お化けのね、うん、刺繍が入ってる服を買ったんです、これなんだけどね、うんうん、で、本当にこれ可愛くて、で、また違うお店でね、そのお化けのね、見つけたんです。で、本当に可愛くて買ってしまいました。すごいスケボーしてるじゃん。そう、これはなんかね、本を読んでるんだけど、このお化けはこっちスケボーしてるんです。可愛くない？見てこれ、可愛いよね、めっちゃ可愛い、ね、リミもね、これ気に入っててね。そう、でリミも気に入ってて、リミはね、ちょっと色これにしました。色これで、なんかこれラスト1点らしい。あ、そうそう、袋にね、入ってなかったもんね。これも可愛い、また本当にそう、本読んでるのも可愛いし、このスケボーしてるのも可愛いってお化け可愛いよね、本当に可愛かったです。最後なんですけど、私最近サンダルがねなくて、サンダルを求めては買いに行ったんですけど、こちらを買いました。こちらのサンダルを買いました。で、これは厚底なんですね。まずポイント1、厚底で、ポイント2、ここにねゴールドが入ってて、しかもねこれね、あんまりね厚底なのにさ、なんかこういう感じでさ、こういう感じになってて疲れにくいんだよね。ってことね、うんうん、そうそう。さらにこういうね、なんていうのかな、こういうこことかがないから靴ずれにもなりにくいっていうね、もうほんといいところしかないいい部分しかない、そんなサンダルでございます。で、本当にこれ可愛いなと思って夏履きたいと思います。これはいや楽しみだわ、履くの。本当にこの靴はなんか優秀だなと思って、靴ずれしなさそう、足疲れなさそう、可愛い、身長盛れるっていいところがたくさんあるね。
店員さんも買ってたもん、ね、そう店員さんも買ってて本当にあとね、うん、このお化けも買ってて店員さんね私と本当になんかそう気が合うよ、ね、気が合うみたいな色も一緒だったんだよねそう色もね黒買ったし店員さんも、うん、でこの T シャツも白色私と同じ色買ってて、うん、気が合うと思ってめっちゃ趣味が似てましたはい趣味じゃないか好みが似てる、うん、はいということでねどうします締めますかじゃあちょっと最後並べて締めますかはいバックデザインはこんな感じですかわいいここ裏にもスケボーがあるっていうかわいいですねであの裏の裏のねスケボーにお化けがいないんですよここポイントそうなのポイントなんだ超かわいいほんとかわいいはい。着ていきたいと思いますよじゃあもういい何もつなくていいのはいということで今回はねあのララポートとイケアに行ってきたのでこちらで買ったものをね紹介してみましたということでそれではバイバーイ